猫丸のグッドナイトスリープ、はい、時刻は0時半を回りました。グッドナイトスリープの時間です。 MC は男の子系 VTuber の猫丸と、はい、まだできない男 FM ギノワンのキャプテン中松がお送りいたします。はい、キャプテン中松さん、まだできないですね。はい。どこがまだまだからまだになりました。あー、なるほど。ちょっとそこに気づけなかったのはちょっと配信者としてすいません。いやいや、とんでもないです。どこら辺が基準なんですか、そのできるとできない。あ、もう自分の気持ち次第ですね。あー、気持ち的に。はい。なるほどですね。だからちょっと気持ちが、はい、じゃあできるって自分で思い込めば、はい、できることになるんですね。はい。じゃあ自信をちょっとつけてもらって、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、この番組は埼玉の私の自宅より1時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。この番組は男の子系 VTuber の猫丸が男の子の秘密についてお話ししていったり歌を歌ったりする番組です。最近は男の子の秘密ちょっと話してないですが、はい、はい、サボってます。はい、この番組ではメッセージを募集しています。猫丸男の子で猫丸のツイッターアカウントを検索していただき、リプライや DM でぜひ送ってみてください。また番組は同時に YouTube で生配信しております。猫丸のツイッターアカウントの放送開始のツイートから閲覧してコメントでご参加いただけたら幸いです。また番組はリスラジというアプリで全国どこでも無料で視聴していただけます。ぜひご活用ください。それではここで一曲お届けいたします。コナミさんの、ビートマニアの Love to Me という曲です。聴いてください。はい、はい、すいません、どうぞ。あ、はい。この曲結構多分何回も流してると思うんですけど、はい、そう、ビートマニアって曲、ゲームの、はい、曲なんですけど、はい、私はね、うまいと思ってるんですけど、この歌なんか歌っていう人がなんかめっちゃ下手だってめっちゃ言われてて、はい、なんか、いや、本当に、いや、私はね、うまいと思ってるんですけど、そうですね、はい、たまたま、なんですか、音楽関係にちょっと強い、詳しい友達がいて、聞いてみたんですよ。はい。なんか、ミックスがおかしいって言ってました。おかしいってか、ミックスが悪い。ミックスなんか、曲が出来上がってから、はい、なんか、ミックスって言って、ちょっとだけなんか、音程が外れてるところをこうポン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 直していったりとか、はい、あとちょっとした微調整みたいな、なんかエフェクトとかもかけるのかな、まあなんかそういう、うん、なんか後からちょっと加工するみたいな作業がある、うん、あって、はい、普通のなんか版に売られてるそういう CD 音源とかもだいたいミックスされてるんですけど、はい、まあそれをした人がこの曲はあんまりよろしくないんじゃないかみたいな、うん話を聞きましたけど、まあ実際わかんないですけどね。わかんないです。わかんないんで。自分わかんないです。全然歌うまいと思うんですけどね。なんかあれですよね。
ちょっとディスコっぽい感じ。はいはいはい。なんかちょっと、どうなんだろう、なんか80年代風まではいかないけど、ちょっとなんか昔、そうですね、懐かしいの曲ですね。昔ながらのみたいな。はい。なんかね、途中でね、あの、うわーみたいな。ありますね。はいはい。はい、いや試合かなんかあれがなんかあの昔っぽい感じをなんか確かに言われてみればはい思ってました。私はその辺が好きな、その辺も含めて好きなんですけどまあちょっとそんな毎回ちょっと聞かせてるのでそんな話もちょっとしてみようかなと思いまして、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね、咳がずっと治ってなくて、はい、今日はあの男の声で、はい、はい、地声で、はい、やらせていただいてますが咳、私もう 2週間以上、もうちょっとで3週間にかかる、あ、ちょうど今日で3週間かな、はい、治んないんですけど、はい、体ピンピンしてるんですけど、はい、なんか原因が分かんなくて、耳鼻科に2回行って、でこの前呼吸器内科行ったんですけど、あ、ちゃんと行ってるんです病院。行きました行きました。行って、はい、あの薬とかもらったんですけど、はい、なんか花粉症かもしれないですねみたいな。ああ、その時期ですよね今。そうですね。それはでも、はい、私は花粉症の薬も出してもらったんですけど効かなくて、うん、だから花粉症線は多分消えたんですけど、でいやコロナとインフルもあるのかなと思ってこの前聞いてみたんですけど。まあなんか熱が出てないのでその可能性はないって言われて、うん、コロナがね熱出なかったら今頃あの人類終わってますよって言われました。え、あの熱が出ないと、はい、あのみんな何ですよ、あの感染してるの分かんなくて人に移しまくっちゃうので、ああ、なるほど、はいはいはいって言われました。なるほど。熱が出ることで何か体のあれが細胞がなんか働いてるっていう感じなんですかね、抗体を作ってるとか。あ、じゃなくて、その自覚症状がないので、はい、あの熱出たら明らかになんかあの風邪、おかしいぞって風邪ひいてるみたいな、わかるじゃないですか、はい、はい、確かに。熱が出ない、コロナが熱が出なかったらもうみんなに移しまくっちゃうんで、うんうんうん、はい、人類に滅亡は人類滅亡って言われました。確かに怖い。はい、お医者さんはちょっとお医者さんが言ったことなので、はい、信じようと思います。ですね。いやーなんかね、蜂蜜とかも試してみたりしたんですけど全然一向に良くならなくて、うん、なんかいや今朝もなんか起きた時は全然咳出なくて、はい、あれ治ったかな治ったかなと思って起きてから1時間ぐらいすると咳出始めるんですよね。ちょっと分かんなくて、もうなんか自分の体調が分かんなくて、はい、どうしたらいいですかね。どうしたらいいですか。もう一日でも早く良くなってほしいですね。はい、なんか毎日一応なんかベッドの上でずっとぼーっとしてるんですけど、きれいな空気を吸いに行くとか、大自然の中で。ああ、なるほど、逆に出かけて公園行ってそうそう、都会じゃなくてちょっと自然豊かなところに足を運ぶとか。ね、私はあの池袋からあの入間市っていうちょっとあの田舎に引っ越してきたので、自然は溢れてるので。あ、そうですか。はい、いや行ってみますか、ちょっと中本さんのあの言葉を聞いて、ちょっと助言を聞いて。じゃあ公園。あ、いいですね。そっか、綺麗な空気。そうですね、はい、一応うちはなんか プラズマクラスターっていうのが、うん、あのエアコンと空気清浄機両方ともあるんですけど、はいはい、あ、いやどうなんですかね、あれ空気清浄機ってあのつけてあの締め切りにしてるのがいいのか、もう空気清浄機使わないで窓開けてる方がいいのか、うん、どう思います。うん、ま、一応空気は入れ替えした方が、窓開けた方がいいんじゃないですか。どうしても閉めないといけない時はそれを使うとかがいいんじゃないですかね。あー、なるほどですね、はい、なんか窓開けるとなんか虫入ってきそうだみたいな。そうそう、虫とかがある場合はもうやっぱり閉めて空気清浄機を買った方がいいかもしれないですね、はい、私はもうなんか引きこもりニート生活みたいななんかずっと締め切りで、あのなんかね、
窓からあの来る紫外線がめっちゃ嫌で、うん、あでもずっと締め切りなんですよね、うん、本当はもうあのなんかガラガラってあのシャッター閉めたいぐらいなんですけど。カカオテンはついてないですか？シャッターついてないんですよ今。カーテン、あカーテンはついてます。でもカーテンよりもシャッターの方がもう完璧じゃないですか。カーテンって暇からなんか、あ光がチラッテラリズムがあるやつありますね。あれが嫌で、あそう、もうガラガラって閉めたいんですよね。閉めたいんですけど、生姜入ってくるんで、うん、まあ締め切りにして、うん、そこでもたまには開けた方がいいですね。はい、うん、ちょっと虫さんとも仲良くして。虫、なんかあの家の中のあの、はい、私もう締め切りにしてるんですけど、はい、なんか前の家の時とか、なんか家の中にアリがめちゃくちゃ入ってきた時があって、うーん、あアリはどこからでも入りそうですね。どっから入ってくるんですかね。もう謎で、なんかいやでもすごいいるんですよ。本当に多分部屋の中に50匹ぐらいいました。うーん、なんか列を作ってないですか、追っかけてみたら侵入経路がわかるとか。あーそれ言うんですけど、なんか列ができるまでではないんですよね、うんうん、なんかいるみたいな、うんうん、なるほど。いや列なしてたらもうそこの道に、はいはい、あの、はい、なんかアリのスクロリとか置くんですけど。はい、あそう、あのねアリのスクロリね、めっちゃ買って、あの家の中置きまくったんですよ。うん、はい、全然食わないですよあれ。へえ、アリ50匹ぐらいいるのに全然すぐに持ち帰ってくれなくて。はあ、勉強してるんですよアリも。勉強してるんですかね。進化してるんですね。あなんかあれですよ、もうあの最終的にもう引っ越す前になって、はい、てかアリが出なくなって、あの引っ越す2ヶ月前ぐらいかな、なんかあの家の外に置いたんですよ。はい、なんか2階建てのなんか1階のなんですかね、なんか階段下のなんかこう日が当たんないとこあって、そこに置いてみたんですけど、はい、それはなんか全部食われてました。あそう、あれ誰がアリが食べたのかな、他の虫が食べたのか。あ他の虫の可能性あります、ね、そうですね、外であれば。あじゃあ家の中置くと他の虫吸い寄せるかもしれない。怖い怖い、アリより怖い。アリは何も しないけど、確かなんかその50匹ぐらいいた時はなんか蜂蜜に反応してましたね。ああ。うん。でもなんか、冷蔵庫の中入れてあったんですよ。え？冷蔵庫に入ってくるんですか？いや、そう、あのね、冷蔵庫の中入ってましたね。命がけです。ね、もうわかんないです。なんか、冷蔵庫も信用できなくなっちゃったし、家も信用できないし、はい、えって思って、いや謎ですねあれは。謎ですね、冷蔵庫って密封されてる気がするけど、なんか穴開いてたんですかね、隙間開いてたんですかね、不思議だ。いやで蜂蜜も容器の中に密封されてるじゃないですか。はい、いやちょっとだけ外についてたりしたのかな、でもそれに反応して冷蔵庫の中に入るって、うんうんうん、なんか頭のいいアリだったんですけど、ね、でも冷蔵庫に入った瞬間もうジエンドと思うけど。あもうジエンドですね。いやジエンドですよあれは。いやあそうあねなんかね、私なんかリンゴを買って食べ終わった、はい、あのなんかリンゴってなんか芯の部分あるじゃないですか。はい、あの芯の部分を切ってあのポイってゴミ箱捨てたんですけど、はい、なんかそれが4日5日ぐらい放置しちゃったみたいで、はい、ここにアリがめっちゃたかったことありますね。あはい、いや何なのか分かんなくて最初。いやうんまあ、うん、ゴミ箱見たらすごい量のアリがいたんで、ちょっとうん、いやあ、リンゴ食べたらもうすぐ捨てろってことですよね。そうですね。いやなんかどんだけ、なんか、いやでも一人暮らしして結構長いんですけどね、なんかリンゴ
そういえばリンゴあんま食べてなかったなと思って芯がダメなんですね、うん、食べ物もダメなんですよね。 フルーツ好きなんですかね。あー、アリがあ、ね、猫丸さんはフルーツが好きなんですか。私フルーツ大好きですよ。あ、大好き。フルーツ大好きなんですけど、なんかあの切るのがめんどくさくてあんま買わない。あ、確かに。なんかもう切ってあるやつあったら買いたいですね。あ、はいはいはい。中松さんフルーツ好きですか。そうです、マンゴーが好きですね。あ、マンゴー美味しいですよね。美味しいです。マンゴーってなんかどんなん入ってましたっけ。すっごいトゲトゲしてませんでしたっけ、マンゴーって。いや、あ、違うか。大きな種が入ってる、甘い、はい、なんか皮を薄くて、はい、中に大きい種が入ってるんですよ。あ、じゃあ割かし簡単な方ですかね。はい、マンゴー美味しいですよね。美味しい。でもちょっと高いですけどね。あ、最近物価上がってますもんね、はい、なんか、あ、でもあの私はあのすごいなんていうんですかね、あのめんどくさがりなんで、あのマンゴーの缶詰をこの前買おうと思ったんですけど、はい、缶詰よく見たら中国産って書いてあってまあそんな中国産否定するわけじゃないですけど、はいはい、まあえできればなんかタイとかなんかベトナムとかその辺のやつの方がいいなと思って、はい、なんかね結構ね売られてるやつの8割方中国でしたね。ああ、そうなんですね。うん。節約されてるんですね。うん。なんか、あの、切られてるやつ買うなってこと。そんなめんどくさがるなってこと。売られてるやつならさすがにね、中国産ってほとんどないですからね。はい。え、てか、マンゴーとか買いますか？買うんですか？買って。いや、はい。スーパーたまに安い特売日があったときに買ったりします。ああ、なるほど。はい。なるほどですね。ああ、だからメロンとスイカもめんどくさいかな。あ、めんどくさくないですか？確かスイカはちょっとめんどくさいですね。大きすぎて。めんどくさいですよね。はい。いや、でもメロンもなんかあの真ん中のあの草、はい、っていうんですか。はいはい、あれごと取っちゃうんなら楽なんですけど、うん、なんかあれ取るの悔しくないですか、あれごと取るの。なんか頑張ってあの種をこう、はい、頑張ってこう出してあれ食べる時の快感がとんでもないです。ブシャーって出るんで、なんかや買うならそれやりたいなみたいな。でも、うん、あれやるってなるとなんかちょっとめんどくさいなって思って買わないんですよね。じゃあそれごと取って買えよみたいな話なんですけど。え、どっち派ですか、あれ取ります。取るかな、取りますね。房ごと取ります。房ごと取ります。ああ、なるほど。あの房、結構糖尿病にいいらしいですよ。あ、そうなんですか。へえ、はい、初めて知りました。なんか聞いた話ですけど、あの、原理は分かってないんですけど、どういいのか知らないですけど、なんか、うちのおばあちゃんがもう亡くなっちゃってるんですけど、ちょっと最後糖尿病になっちゃって、はい、でなんかおじちゃんがよく介護してくれてたんですけど、おじちゃんがなんかいろいろその糖尿病のこと調べて、そのメロンの房がいいっていうのをちょこっと聞いたので、へ、らしいです。なので、はい、あの中松さんももし糖尿病が気になるんだったら、はい、ちょっとメロンの房、はい、食ってもらって、そうはい、猫丸さんの話を思い出しておきます、その時になったら。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか今日なんか知り合いがあのマクドナルドで、はい、ドライブスルーで買って、はい、なんかね商品がね違ったらしいんですよ。はいはい、商品が違くってなんかぶち切れたらしいんですけど、はい、なんか中松さんってあのそういうのあった時どういう対応します。ぶち切れたりはしないですね、まだ。どうします、なんか マックで1個ハンバーガーないとかあったらどうします。あ、もうそれだったらまたお店に行ってすいませんって、はい、一つ足りないんですけどって、はいはい、はい、永遠に声かけますね。ああ、なるほど。そのお店から出ちゃって帰り道とかでもってことですよね。そうです、もう家に着いてもう行くのがめんどくさかったらもう諦めます。
ああ、なるほどですね。はい、近かったら言いますね。なるほどですね。私もなんかちょっと性格的にあんまり怒れない人なんですけど、なんか、うちの、ですね、お父さんが結構怒る人で、ああ、たまにいなんますか、ね。あ、トシさん、久しぶりです、いらっしゃい。なんかね、そう、でも、それを見たから、もしかしたら反面教師みたいな感じで、怒るのがいいのか悪いのか分かんないですけど、まあ、多分なんか、怒られる方の気持ちになっちゃうみたいな。優なんか、しいんですね。でも、さすがに、多分どうこう、明らかになんか悪意があることだったら怒ると思うんですけど、どこら辺から怒ります？中間さんだったら。なんか虫が入ってたりとかしたら怒るかもしれない。ああ、虫入ってたら怖いですね。怒りますね。髪の毛ぐらいあったらちょっとの覗くかな。ああ、なるほど何でもす言ね。わないかな。ああ、なるほどですね。そうですね。髪の毛でどかせばいいですもんね。確かに。なんか、難しいところですね。なんかね、今日の知り合いはね、その同じマクドナルド2回目だったらしいんですよ。2回。あ、なるほど。いや、もう3回目はもうやられたら苦情入れるって話してます。別のところ行くっていう方法はないんですかね。別のマクああ、ド多に行く。分そこが通りやあ、すいとこなるなんほじど。ゃないですか。よく使うんですかね。確かに、でも3回やられたら同じ店使いたくなくなりますですね。ね。どうなんだろう。いやー、そこまで間違えられたことないな。自分だったら普通に、すいません、なんかこれ足りてないんですけど、みたいな、言うくらいですかね。どっちがいいんですかね。なんかでも、言うのも、なんか、店員さんに悪い、自分と、なんか、一緒にいる人とか言ったらちょっと嫌な思いにさせますが、言わないのも言わないので、なんか、ちょっと溜めるじゃないですか、自分の中に。溜め込むじゃないですか。なんか、甲乙つけがたいですよね。確かに。難しいですよね。どっちがいいんだろう。なんか、ちょっと、今度アンケート取ってみます。どっち派ですか？みたいな。自まあ分ではあも、んなんまか、り言日わない。本人って言わない人が多そうな気がしますよね。ああ、そうですね。外国人の方に比べたら。そうですね。多分、ちゃんとアンケートしたら、めっちゃ怒らない人が多い。のかな？自分もそっ私ちはは、ですね。そろそろ時間ですかね。何分ぐらいですか？あと3分ですね。 3 分ぐらいですか？じゃあ、最後エンディング流して締め入りますか？はい、お願いします。もし、ちいさん、あれ？音が聞こえないような？音楽はですね、ラジオの、なんていうんですか、放送にしか乗らないんですよ。なので、配信は無音でお楽しみください。ということで、お願いします。あ、そう。音入り聞きたかったらね、ニチラジ、落として聞いてください。ね、FM ギノワンさん聞いてあげてください。お願いします。
1分前ですね。はい。あ、もう喋って大丈夫です。あ、大丈夫です。すいません。大丈夫ですか？すいません。1分前になりました。すいません。曲紹介忘れてましたね。イリアさんのスタイルという曲です。はい。ありがとうございました。今週は、こうなんか女声出せなかったのでちょっとあのサボり会でしたが、はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。まあちょっとこんな回もあるよってことで、はいはい、早く良くなってほしいですね。頑張ります。ちょっとね、はい、明日ぐらいには良くなってないかな、はい、っていうことで、はい、今日はありがとうございました。番組参加してくれた皆様ありがとうございました。お相手は、男の子系 VTuber 猫丸と、はい、FM 技能はまだできない男、キャプテン中松がお送りいたしました。はい、ありがとうございました。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。おつまるー、おつまるー。